シンドゥ・プサルラは、インド・ハイデラバード出身の女子バドミントン選手。プサルラは、姓ではなく不詳である。2012年9月にはわずか17歳で、BWF 世界ランキングのトップ20に入って、国際的な注目を集めた。2013年に、中国の広州市で開催された世界選手権では、銅メダルを獲得し、世界選手権シングルスでメダルを獲得した、インド初の女性バドミントン選手となった。2015年3月にはインドで4番目に高い、民間人名誉勲章である、パドマシュリー勲章を受章している。2016年に、ブラジルのリオデジャネイロで開催された夏季オリンピックでは、銀メダルを獲得し、サイナ・ネワールに次いで、オリンピックバドミントン競技でメダルを獲得したインド2番目の選手になるとともに、オリンピックで銀メダルを獲得した初のインド人女性となった。また、オリンピックの個人競技でメダルを獲得したインド最年少の競技者でもある。2017年と2018年の世界選手権では2年連続で準優勝した。2019年世界選手権で優勝し、世界一に輝いた。1995年にインド南部のテランガーナ州ハイデラバード県。ハイデラバードに生まれた。両親は全国レベルのバレーボール選手であり、父親のラマナ・プサルラは1986年に韓国、ソウルで開催されたアジア大会で銅メダルを獲得したインド代表のメンバーだった。シンドゥの姉のディビア・プサルラは全国レベルのハンドボール選手だったが、ハンドボールを続けることなく医者になった。シンドゥは2001年の全英オープンで優勝したパレラ、ゴピチャンドに惹かれ、8歳の時にバドミントンを始めた。2010年にメキシコのメキシコシティで開催された世界ジュニア選手権ではベスト8となった。同年のユーバー杯ではインド代表の一員となった。2012年7月に韓国の金泉市で開催されたアジアユース U19 選手権では決勝で日本の奥原希望を破って優勝した。中国勢が安全上の理由で、同年9月のジャパンオープン出場を回避したため、ジャパンオープンでは優勝の期待が高まったが、2回戦で韓国のペ・ヨンジュンに敗れた。同年11月の中国オープンでは、ロンドンオリンピック金メダリストの李由貴を破って、準決勝に進出したが、準決勝で中国のJiang Yanjiaoに敗れている。同年12月にインドのラクナウで開催されたサイード・モーディ国際では準優勝し、世界ランキングで15位に浮上した。2013年のマレーシアマスターズでは決勝でシンガポールのコケンに勝利し、BWF グランプリ大会初優勝を飾った。18歳で迎えた同年8月に中国の広州市で開催された世界選手権ではベスト16で第2シードの中国の王貞冠を破った。準々決勝では中国の王敵冠を破り、準決勝で敗れたものの銅メダルを獲得した。世界選手権シングルスでメダルを獲得した初のインド人女子バドミントン選手となった。同年12月のマカオオープンでは決勝でカナダのリフミさんを破って優勝した。2014年7月にスコットランドのグラスゴーで開催された。コモンウェルスゲームズでは、準決勝でカナダのリフミさんに敗れた。同年8月にデンマークのコペンハーゲンで開催された世界選手権では、準々決勝で中国の王敵冠を破り、準決勝でスペインのカロリーナ・マリンに敗れたものの、2年連続で銅メダルを獲得した。2015年10月のデンマークオープンでは、台湾のタイ・シエイ、中国の王貞冠、スペインのカロリーナ・マリンと3人のシード選手を倒して決勝に進出したが、決勝では前回大会優勝の中国の李由貴に敗れた。同年11月のマカオオープンでは決勝で日本の三谷美夏を破り、3年連続での優勝を果たした。2016年1月のマレーシアマスターズでは決勝でスコットランドのカースティ・ギルモアを破り、3年ぶりに優勝した。同年8月にブラジルのリオデジャネイロで開催されたオリンピックではグループリーグを2連勝で通過し、ラウンド16では台湾のタイ・シエイに準々決勝で第2シードの中国の王忠冠に、準決勝で日本の奥原希望に勝利した。決勝では、スペインのカロリーナ・マリンに敗れたが、初出場のオリンピックで銀メダルを獲得した。2017年8月に、スコットランドのグラスゴーで開催された世界選手権では、決勝で日本の奥原希望に敗れたが銀メダルを獲得した。同年の韓国オープンでは、決勝で奥原希望を破って優勝し、韓国オープンで優勝した初のインド人選手となった。2018年3月にイギリスのバーミンガムで開催されたイングランドオープンでは、準決勝で日本の山口茜に敗れた。オーストラリアのゴールドコーストで開催されたコモンウェルスゲームズでは混合団体で金メダルを獲得し、女子シングルスで銀メダルを獲得した。同年に中国の南京市で開催された世界選手権では決勝でスペインのカロリーナ・マリンに敗れたが2年連続で銀メダルを獲得した。2019年にスイスのバーゼルで開催された世界選手権では3大会連続で決勝に進出。決勝では奥原希望を破って初優勝した。モディ首相とプサルラ優勝。ありがとうございます。